浜観光を終えて今ニューミチーノ空港に到着しました。別名レオナルド・ダ・ヴィンチ国際空港といいます。でこれから私たちはチェックインをして、そして、少しお買い物をしたので税金を戻してもらう手続きをしに行きます。その後にプライオリティパス会が利用できるラウンジへと行ってみたいと思います。まずはここ D3 ゲート近くのプライオリティパスで利用できるアビアラウンジに来ました。ホットミールはなく、ポテトやスクランブルエッグ、パン、チーズなどの軽食が置かれていました。ドリンクとチョコクロワッサンを1ついただいて2軒目へ向かいたいと思います。クロワッサンですが、ロンドンの BA ラウンジのパンの方が美味しかったですね。利用できるラウンジ2軒目はここプラザプレミアムラウンジ来ています。ラウンジ内は広々としていて人も少なく、シャワー設備もあるのでまったりと過ごすことができそうでした。フード類はおつまみ程度しか置いてなく、物足りなく思いました。しかし後から分かったのですが、コックさんにオーダーするとなんと出来たてのパスタがいただけたそうなんです。ウィミチーノ空港を行かれる予定の方はぜひこのパスタ食べてみてください。3軒目はブリティッシュエアウェイズエグゼクティブクラブラウンジです。ここフィミチーノの BA ラウンジは昨年の4月16日に新規オープンしたばかり。ブリティッシュエアウェイズが45億ポンドをかけて世界中のラウンジを改装する計画の第1弾として、このフィミチーノにラウンジをオープンさせました。短距離路線なので、ホットミールはラザニアのみ、クロワッサンなどパン類は豊富です。サラダバーにはチーズ、ハムと軽食が並んでいます。フルーツタルトのデザートもありました。ラウンジの中央にはバーがあり、ピーク時間帯にはバーテンダーがサービスを提供してくれます。ラウンジ中央にはバーがあり、ピーク時間帯にはバーテンダーがサービスを提供してくれます。
ラウンジ内にはビジネスやリラックス用など用途に応じたいくつかのゾーンが用意されています。ラウンジ内には滑走路が見渡せる高い窓が設置されています。飛行機好きにはたまらない空間です。窓には一日を通して光と温度に反応し自動で調整されるエレクトロニックブラインドを採用しているそうです。快適に過ごせる工夫が施されています。ボーイング787の窓は手動ですが、同じように明るくなったり暗くなったりと調整可能ですね。フィウミチーノ空港のラウンジではやはりワンワールドの BA ラウンジが一番良かったと思います。次回はロンドンヒースロー空港ターミナル3のワンワールドアライアンスメンバーのラウンジをご紹介します。この動画が少しでも役に立ったと思われた方、いいねとチャンネル登録をお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。